World Grand Champion。 British Nation。Hello everyone, Ohayo minasan, welcome back to our Practice Nation in the new episode today. And today we have our special guest again from Japan. They are the world champion, but more special than that, they are the family of the world champion. I met them in 2017, 2019, and also, yes, we're going to talk with them today about how they get inspirations.And how you're gonna teach your kid to be the world champion just like them. So please watch this video. Don't forget to subscribe our channel, and I hope you like it. Let's get to it. せーの。こんにちは。日本の兵庫県でスポーツチャンバラの指導をしている、道場東流館代表の宮津聡です。全国少年少女大会ラトツ部門グランドチャンピオンの宮津亮です。種目は2投と縦条件が得意です。次は、縦条件で世界チャンピオンを目指しています。世界大会基本動作部門グランドチャンピオンの宮津真です。今年で中学1年生になりまして、今度は縦条件と2投でグランドチャンピオンを目指しています。よろしくお願いします。スポチャン歴は、私と亮は15年になります。真は9年やってます。で、スポーチャンを始めるきっかけは、ここの道場で、私たちは空手を習っていました。で、空手の先生に勧められてスポーツチャンバラをやるようになりました。で、スポーチャンをやるときに寮に、スポーツチャンバラっていうのがあるけど一緒にやらないかで聞いたところ、何と答えましたか。いやです亮はいや、一言いやと答えました。で、まあいやいやでも、道場には来て、空手とスポーツチャンバラ両方とも頑張ってたんですけど、何年前、7年前ぐらいから、スポーツチャンバラ1本に絞って、稽古する時間をどうしてもスポーツチャンバラの稽古をする時間をどうしても確保するために、空手をやめてスポーツチャンバラ1本にして、世界チャンピオンを目指すように頑張ってきました。シンは初めどうでしたか。シンは初めはお兄ちゃんたちがやってたので始めました。そんだけやってみてどうでしたか。やってみて最初はそんな何をしているのかわからんかったけど、まあ、3歳からシンはスポーツチャンバラを始めて、おしめしてたのかな。しとったかなあの後ろの方にね、お母さんと一緒に練習してたね、そんなもんかな。あとは世界チャンそうな、シーンの今から行くで、シーンは週3回練習して、3歳から始めたから9年間練習してる状況です。で、あれか、基本動作だけじゃなくて
ダトツの方も今は。毎日、どうやったら楽しく稽古ができるかを常に考えています。で、まあ子供たちが練習終わりに今日も楽しかったと言って帰ってくれるように、まあそういうメニューをいろいろ作ったり、練習始まる前はウォーミングアップで、まあ走り回ってテンションを上げてから稽古に入るようにしています。であとは、目標とする選手や憧れの先生とかを早く見つけることが大切だと思います。でその憧れの人や目標とする人に直接会った時に、お話ししてもらったり、指導していただいたりアドバイスをもらうことで、スポーツチャンバラのことがもっともっと好きになると思います。りょうは誰か憧れた人とかいてますか？僕は、藤岡修介選手にずっと憧れてました。で、12歳の時に、動画を初めて見て、こんな選手になりたいと思ってずっと動きを真似て練習してました。で、13歳の世界大会の時に初めてお会いして一緒に練習してもらって、そこからもっと憧れの選手になって、試合で会うたびにいつも練習してもらってました。で、今ではもう本当に相談乗ってもらえるし、すごいいい選手でずっと憧れの選手です。はい、こんな感じですかね。はい、シンは憧れの選手や先生はいますか？僕は広井先生が憧れの先生です。最初に見た時に、広井先生みたいに綺麗に基本動作ができたらいいなと思って、それでずっと頑張って基本動作を頑張って、それで先生のところに、広井先生のところに行って何回も教えてもらいました。で？いろんなことを教えてもらいました。で？それで、頑張りました。はい。そうなんですか。まあ、憧れの人を、ね、早く見つけることがすごい成長するにあたっては大事なことかなと思っています。以上。私の道場では3つの約束があります。1つ目は、道場入るときに大きな声で挨拶して入ること。2つ目は、道場に入った時に履いてきた靴を揃えること。3つ目は、スポちゃんの用具を大切に使うこと。この3つを必ず、守ってもらっています。で、逆に言うとこの3つ以外できなくてもまあ大丈夫な感じかな。特に厳しく、この3つ以外、特に厳しくすることもないです。で、あとは、子どもたちを、数人のグループに分けて、その中の1人を、リーダーに任命します。で、連絡事項、指導の補助などをそのリーダーにしてもらって、そういう稽古を続けていくと、先生の言うことは聞かなくても、リーダーの言うことは聞くようになってくるので、少人数でのグループ分け、リーダーの任命という方法はおすすめです。他に何か量ありますか？そうですね、僕が思うのは、笑顔で練習を頑張るっていうことですね。
しんどい時こそ、そういう子供たちが笑顔になってできるようにやっていけばいいんじゃないかなと思います。笑顔で、笑顔で、はい。しん、楽しく、楽しく、楽しく何をしますか。遊ぶ、遊ぶのかい。楽しく練習する、楽しく練習する。どんな時が楽しいですか。遊んでる時でみんなと遊んでる時。練習ちゃうの。練習、うん、はい、以上です。はい、そしたら最後の挨拶を亮が英語でします。お願いします。英語でお願いします。日本語しか喋れないんで。これが、僕たちの闘龍館 T シャツです。でこれの一番下に書いてある Everything Possible っていうのが僕たちの道場で大切にしている言葉です。不可能なことは何もないという意味で僕たちが一番大切にしているので、これを、この言葉を大切に日々練習とか試合とか頑張ってます。これは僕が作ったオリジナルキャラクターのスポちゃんマンです。これは美しく敗れたことを恥と思うな、無様に勝ったことを恥と思えと書いています。世界大会でこの T シャツを着ている人を見かけたら声をかけてください。はい、以上、ありがとうございました。世界大会でまた皆さんお会いしましょう。さよなら、バイバイ、バイバイ。こんばんは、失礼いたします。すいません、こちらの道場にすごい小学生がいるって聞いてきたんですが。あの子ですか。兵庫県宝塚市に住む小学6年生宮津真くん12歳。彼が日々練習に打ち込んでいるのはスポーツチャンバラという競技。何歳の頃から3、4歳ぐらいからやってます。空気で膨らませた柔らかい剣を使い打ち合って勝敗を競う打突競技と、動きの正確さを評価される基本動作で争われる。現在世界45カ国でおよそ40万人近くの競技者がいるという。その中で世界一の大人も入って、全部入ってのグランドチャンピオン。群雄割拠のスポーツチャンバラ界で、宮津くんが下克上を果たした。ライサイ、宮津市兵庫チャンバラ。去年11月に行われた世界選手権。基本動作部門の決勝戦、宮津くんの相手は、前年の覇者である27歳の女性。年の離れた相手に見事勝利し、小学生にして世界の頂点を極めた。めっちゃ嬉しかった。それ決まった瞬間に上向いて泣きました。上向いて、あ、泣いて。スポーツチャンバラの生みの親であり現在の協会会長は、どうしてこんなうまくなるんだろう。天才なのか努力家なのか、もう何なのかちょっと分からなくて、しばらく分からないぐらい。天才か、それとも努力家か、検証した。
その強さを肌で体感するため、徳田スタッフが宮津くんに対決を申し込んだ。合わせて10秒で敗北。その実力恐るべし。宮津くんの強さの秘密について師匠でもある父親は、一瞬で集中状態に入れるんです。すごいリラックスしてる状況からスイッチ入れたようにパーンと変わることができるので、大人の選手でもなかなかできないことを無意識で実践できているという彼はやはり天才なのだろうか。でも本人は、毎朝6時に起きて自宅の廊下で行っているというトレーニング。きっかけはライバルとかがいっぱいいて、そこでズバ抜けてもっと強くなると思った。地道な努力が実り、スポーツチャンバラ界で下克上を起こした12歳の少年が目指す次なる目標は、オリンピックになるならば、なったらもうそこでオリンピックの金メダル取って世界一になりたいです。時短たらりスポーツサバー。何？I got a monkey on my back and I go